県政フラッシュの時間です。令和4年春の叙勲と褒章の受章者に対する伝達式が県庁で行われました。伝達式にはこの春の叙勲と褒章で知事推薦を受けた受章者39人が出席しました。式では旭日小綬章を受けた元戸塚和村長の皿谷義樹さんや旭日総工賞を受けた磯谷清明さんをはじめ、叙勲の受章者には勲旗が、褒章の受章者には章旗が手渡されました。そして新井知事が、皆様が一生をかけて世のため人のために奉仕されてきた賜物ですと祝いの言葉を送りました。これはですね、私がというよりも村民の皆さんが、あるいは多くの皆さんがね、私を支えていただいたというか、ご指導ご支援ご協力をいただいた、そのおかげでご受賞をいただいたというふうに思っております。感謝を申し上げておる次第でございます。ゴールデンウィーク真っ只中、奈良市の平城宮跡では3年ぶりとなる春の平城京天平祭が開催されています。爽快なさつき晴れのもと朱色が映える朱雀門、春の朱雀王子にあでやかな天平行列が戻ってきました。平城京天平祭はかつての都のにぎわいを再現しようというものです。歴代の天皇や貴族などに扮したのは県内外の学校や団体に所属する人たちで、雅楽の音色に合わせて朱雀門まで練り歩きました。そして平城京への遷都を宣言する平城遷都の御事乗りが古式に倣って再現されました。コロナ禍での中止を挟み、春の平城京天平祭は実に3年ぶり。会場では多くの観客が天平の儀式に見入っていました。催しはご当地名物などが並ぶ出店やイベントと合わせて5日まで開かれています。ではお知らせです。県では子育ての理解を深める研修などを行う市町村や団体を支援するため新たな取り組みを始めました。県では子どもの健やかな育ちを実現する温かい社会づくりを目指すため、体罰や暴言などによらないゆったり子育てを推進しています。そのため子育てについて理解の促進を図る研修などを支援します。対象となるのは市町村や団体などが実施し、大学の教員や子育て支援について知見のある人を講師とする研修やイベントなどです。県では講師への謝金及び旅費を負担し、啓発物品などの提供といった支援を行います。申請書は県ホームページからダウンロードし、必要事項を記入の上お申し込みください。詳しくは奈良県女性活躍推進課電話0742-27-8603番までお問い合わせください。新型コロナワクチンの3回目接種の推進に向けて、県は5月以降も広域接種会場を設置します。県では新型コロナワクチンの広域接種会場を奈良市にある県文化会館に設置します。この広域接種は県内の市町村が発行した3回目接種用の接種券を持っていて、2回目の接種から6ヶ月経過した人が対象で、18歳未満の人などは除きます。お住まいの市町村で接種ができない人は広域接種を検討してください。5月と6月のスケジュールはご覧の通りとなっています。予約は24時間受付の予約サイトかコールセンター電話0570-02局の0120番で受け付けています。コールセンターでの予約は午前9時から午後5時までで、コールセンターに限り予約枠の1時間前までの当日予約が可能です。以上、県政フラッシュをお伝えしました。